お疲れ様です。お疲れ様です。2日。めっちゃ言ってる。疲れました。まあ、いい感じに上がってきて。いい感じに。はい。健介さん。健介師匠。はい。撮ってますよ。あ、撮ってんの。俺も撮ってる。一回も撮った。マジ。昨日も撮りました。何して連絡するんですか、そんな。え、そっちどう。そっちどうなの、それ寂しくなってないですか、大丈夫ですか。なんか、めっちゃ楽しんでるらしい。なんか俺見ましたよ、ビーチですごいやってるやつ。走り込みたいな。寂しいです。寂しい。寂しいですか。寂しいよ。だって何年一緒に遊んでるの。それは寮も一緒だし、ずっと一緒だし。代表行くってなったら大体選手と一緒に行ってたし、 J3 とかもそのJ3 とかキャンプ、ここのキャンプとかも高1から誠司と2人だけ開けてもらって一緒に知った時のキャンプ来たりしてたんで、ずっとなんか一緒だったんで、確かに言われてみればそうだ。大使もだって誠司は長いよ、4年、あれ3年とか3年だ、たった3年ですよ、ね、プロ入れると3年、7年ですよ、プロ入れると3年。じゃあ今でも連絡は普通に取ってるんですか。そもそも連絡する人じゃない、調子どうみたいな。いや、プロステージぐらい、そのぐらい仲いい。仲いいね。あと聞きたいことが一つだけあって、あなたです。はい。髪の毛どうする、なんでそんなにそんななってるんですか。やっぱ気になります。ちょっと仕組み見せてほしいです。仕組みを見せてほしい。仕組みって何だろう。後ろどう。結びたいんですよ、こうやって。でも今日結んでんだよね。あれ僕やりたいやつじゃないんですよ。もうなんですか、前髪が入らないのを考えたらあれしかないんだみたいな。なんで。以上、カシフと大使でした。お疲れ様です。お疲れ様です。